イト始めてからずっと失敗ばっかり。もしかしてトウコちゃんの言う通り私には無理なのかな。いけないいけない、落ち込んだって何も始まらないんだから。私ならできる。今日こそ完璧にやってそのことを証明しなきゃ。あ、こんなにあるんだ。すごいです。選び放題ですね。先週オープンしたらしいよ。つーちゃんは知ってた？え？何をですか？駅前に最近人気のカフェができたんだよ。このチラシ見て見て。ケーキの種類がすごいんだ。あ、本当だ。30種類以上ありますね。どうやったらこんなに思いつくんだろう。今度行ってみようかな。その目の輝き、さてはつぐりスイッチが入りましたな。実はお母さんとスイーツのメニューを増やしたいねって話してて、このチラシのおかげでなんだか気合が入っちゃった。もこちゃん、教えてくれてありがとう。つぐみさんから武士道がほとばしっています。素晴らしいです。武士道？いらっしゃいませ。おお、お客さんが続々だ。そろそろお昼だから。そういえばつくしちゃんはランチタイム初めてだよね。はい、昨日まで午後からだったので。じゃあランチタイムの間は料理の上げ下げを中心にお願いしていいかな。え、それだけですか？ランチタイムって意外と混んでて大変だから、最初は一つのことに集中した方がいいと思って。そうですか、わかりました。お待たせしました。オレンジジュースとパンケーキになります。ごゆっくりどうぞ。これで今できてる分は全部運び終わったかな。本当に私だけ料理の上げ下げだけでいいのかな。確かにすごく混んでるけど、注文を取るくらいなら私だって力になれるのに。はーい、今伺いますね。つぐみ先輩とイブ先輩は。ご注文を繰り返します。ランチ A セットにアイスコーヒーでお間違いないでしょうか。ランチ B セットにアイスティーですね。かしこまりました。二人とも忙しそう。よし、それなら。すみません、お待たせしました。ご注文を受けたまわります。かしこまりました。ご注文を繰り返します。お食事はチーズグラタンとミートスパゲティ、デザートは。お料理の変更ですか？そんな一気に言われても。え、すみません、今伺います。どうしよう、何からすれば。あ、というかこの人たちの注文って何だっけ。すみません、もう一度ご注文をお伺いしてもいいでしょうか。お待たせして申し訳ございません。ご注文をお願いします。つぐみ先輩、イブ先輩、ここは私たちに任せて。そろそろ次の料理ができると思うから、つくしちゃんはそっちをお願いしてもいいかな。わかりました。
私、またできなかった。ありがとうございました。またお越しください。ふう、やっと落ち着きましたね。今日のランチはいつもより忙しかった気がします。本当だね。つぐみ先輩、イブ先輩、その、さっきはすみませんでした。ううん、初めてのランチタイムだし仕方ないよ。きっと私とイブちゃんが忙しかったから何とかしようと思ってくれたんだよね。はい。つくしさんのその心意気、とても素晴らしいと思います。それにあの後また料理の上げ下げを頑張ってくれたし、すごく助かったんだ。きっとつくしちゃんがいなかったらランチタイムを乗り切れなかったよ。本当にありがとう。ありがとうございます。私、洗い物手伝ってきますね。あ、つくしさん、待ってください。つーちゃん、かなり参ってるみたいだね。うん、まだ慣れてないことも多いし、本当に気にしないでいいのに。なんか、つぐとつーちゃんって似てるよね。似てる？頑張りすぎちゃうところとかそっくりだよ。つぐの場合は前よりも余裕がある感じがするけどね。そう？今もいろんなことに必死だよ。ただ昔よりはやれることが増えたかもしれない。ならその方法を話してあげたら？頑張ってもうまくいかなくて困ってるつーちゃんに、つぐのつぐってきた奇跡を語る時が来たのだよ。何それ。でもそれなら私にも話せるかも。モカちゃん、ありがとう。つぐとモカちゃんの仲だからね。いいってことよ。